fashion, wear a hat, sometimes play chess. どうも皆さん、こんにちは、ゆうきでございます。ごめんなさい、すいません。今日はですね、土曜日なんですけれども、私ね、本当になんかわかんないけど、めっちゃヘトヘトなんです。でもこれなんでなんだろうって思ったら、多分もう日に当たりすぎたのもあるだろうし、なんかもうすごい大変で、会食があったりとかした時のその時のお酒の飲み方がめちゃくちゃ悪くて、もう胃も疲弊していて、でもう本当大変なんですよ。なんで今日は美容室行くんですけれども、もう土日、もう私がリラックスできることしかしませんよっていう、そういう動画を撮っていきたいと思います。会社員の皆さん、社会人の皆さん、学生の皆さん、好きな人と会って、好きなことをして、好きなことを過ごす時間、あと私の場合はね、結構ね、こう、あ、ごめん、話止まっちゃった、ごめんなさい。そういう時間が人を作りますとか言っちゃった。で、私結構もう一人時間がないとちょっとね、実際ちょっとしんどいみたいなタイプなんで、日曜日はもう一人で、家で一人時間っていうか、もう家族時間みたいな、一旦精神を落ち着かせようよみたいな時間をね、作りたいと思います。で、今からちょっと支度をしていくんですけどね、その前に私本当にコロナの後に気管支炎になってしまって、もう3週間ぐらい前から発症してるんですけど、全然治らなくて、もう私が薬をずっと毎日飲んで、最初の4日間ぐらい毎日飲んでたんですけど、全然ね、ちょっと良くなったなと思ったらやめて、根気強く全1週間飲まなかったから悪いんですけども、本当に大変、コロナって思われるからさ、みんなに。顔を作っていつものアスターに行きたいと思います。チャラーン、できました。これから髪の毛をやりに行っていきたいと思います。もうこの金髪女から脱却するぞ。あー、黒なんですけど、あれ、私なんかうよむじゃないね、うぬぼれすぎ、うよむじゃない、キルギトマト水仙。今から地方に会いに向かいます。ちょっと後で写真撮ってもらおう、いっぱい。人いたから声は聞きたい人いないよ。え、ちょっとここどこ、これはね、マークイズだよ。え、ゆうき、見るけど、え、めっちゃいいよ。むしろ秋じゃない、この秋じゃない、むしろ秋だよこの薄さ、むしろ秋。地方に密着、え、やめて、恥ずかしい。いや、暑すぎる。久々、めっちゃみなとみらい久々。マジ、うん、好きなの。やっぱり飲まないと思ってたのにね。てかさ、普通に美味しそうじゃん、ジョン。乾杯。お疲れ様です。すみません。結局うちらは本当に言い疲れたって言ってたんです。うちらはそういう運命なの。なんか基本見たら、なんか木板とか見てたらさ、うん、ラーメン食べたくなるのと同じかも。やばいやん。基本歩く酒みたいな。うち見たら酒飲みたくなる。ごめんね。わさび。
そう色すごいね、子供の子供の巣みたいな、ごめんね。え、炙りサーモンいいな。あ、食べないよ、頼むよ。マジどっちもいいよ。え、いいよ、頼む頼む。サーモンってうまいよ。うん、塩レモンの方。そう、あ、いいな。完璧だね。可愛いデバイス。マジでいい体してるよね。うん。ポツストレンね。すぐ言うのやめて。基本にだけ言う。うちの中でなんかいろいろ理解深まったじゃん、この間。すぐ骨折。骨折ね。メールじゃないみたいな。かわいい。そんなこと気にせず何もやったことないのね。そうだよ。あ、ごめん。めっちゃ飲んでるよ。今、胃に、見て、コンコンコン、今日大丈夫ですかって言ってる。聞いてる？うん。どんな調子？うん。やっぱあんまり良くはない。すごい。うわ、ちょっと待って、ゾクゾクしてきた。みんなから見られるの面白いね。うわ、すごいすごい。ザ横浜って感じだね。うわ、酔いそう酔いそう酔いそう。みんなゲーで、うわ、見ながら酔ってきた。見ながら酔ってくるよね。皆さん本当に暑いので気をつけてくださいね。本当に何が起こってんだか、これもう何なんだっけ。本当だ、マシュマロだ。すごいです。合コンやん、やってた。絶対楽しいやん、こんな合コン。行きたい ね。うちは暑くて暑くて髪の毛が大変なことになってますけれども、気にしません。だって今日は土曜日だから。そう、ドーナツ最近流行りだよね。そうなの。うん。バニラビーンズというところに来ました。あ、チオがすごいおしゃれな感じ。いいよいいよ。あ、いいいい、おしゃれおしゃれ、うん、なんか頭ボーっとしちゃって、なんか皆さん見てください、横浜だよねって。イエイイエイ、逃げ恥のスポットだと思われます。こちら歩きたいです。だからもうベソベソですよ、顔も何もかも。マジでギトギト。これファンデーション塗り直させて。いいよ。
ファンデーション塗り直す女ってなんかさ、いい女だよね。そうだ、うん、さあ、ってことで私たちは今、野毛に到着しまして、これから本格的に飲もうと思うんですけれども、一旦二人で、よでしょ。今日は美味しいお酒を飲みます。はい、それで行くよ、ファイトー。のげのげのげ横。1軒目終わったので2軒目に行きます。その前にヘパリーゼを飲もうという話です。はい、パクチーの味が、え、もっと食べてみて。あ、おいしい。うまい。もう今息できない。固定したらパクチーが取れる。すべて。戻ってまいりましたので、今日は寝たいと思うんですけれども、まずは家のことをしないといけないなってちょっと思っているので、としきさんが今飲み会から帰ってくる前までね、ちょっと洗濯物を回して強制的に一緒に干させようっていう作戦になります。家事は二人三脚だよとか言いつつ、人に任せてことたくさんあるよねって感じで、一個だけさ、みんなと共有したいことがあって、友達が誕生日プレゼントにこんなものをくれたの。ありがとうね、ピーっていう友達なんですけど、こんないいディフューザー見てね。え、あんたが誕生日の時私何させる気って感じなんですけど、ピっていう友達あんま出たことないと思うんですけど、実は出たこと結構あるっていうね。隠れてるじゃん。はぁ、めっちゃいい匂いなんだけど、私がすごいね、これもいいなと思ったら、これなんかお顔とか体、お顔じゃないの、髪とか体にやるやつなんですけど、これがね、めっちゃいい匂い。もうめっちゃいい匂いで、これかけたら、マスクつけてもなんか、顔がいい匂いみたいになってきて、顔につけていいのかよくわかんないけど。飲みちゃったよ。なんかその P は、香り物って好き嫌いがあるからって言ってくれるんですけど、私が仕事を辞めるときにも P は私に香り物をくれたんですね。で、P はその、天然なところがあるのでね、可愛いんですけど、ピの匂いは全部、ピのくれる香りは全部いい匂いなの。だから信頼してるよって言いました。で、寝室に置きます。はい、置きました。ちょっとイメージがあんまり全然良くないんですけど、こんな感じで。置きました。ちょっとこいつは洗面所に置きたいと思います、この子をね。それでは、お風呂に入っていきたいと思います。今、洗濯物を回しました。バイバイ。はい、ってことで上がってきたんですけれども、これはネイチャーリパブリックのデイリーマスクを使っているんですが、頭のでかさが尋常じゃないので、ここに幅があるんですよね。これな、最悪ですね。このおでこをどうにかして保湿したいという気持ちが強いので、ちょっともうちょっと大きくしてもらえませんかっていう要望させていただきたいと思います。では一旦部屋の掃除したくないけど、一旦顔見よう、乾かします。